はい、田中選手、はい、平成に入って、はい、それは多分ほぼなかったと思うんですけど、道場破り、道場破りみたいなエピソードありますか？僕はこれやっぱそのファンの頃にこの新日本プロレス道場でこう道場破りが来て、はい、前田さん、高田さん、藤原さんがこの全部やっつけていくみたいな話を聞くから、はい、やっぱその道場破りってのは来るんじゃないかっていうのはちょっと頭に入れておかなきゃいけないなと思ってて、はい、で僕が藤原組に入ったのって平成初期5年、はい、6年とか初期なんで、まだそういうのが特に有形の団体にはあるかもっていう時代だったんで、はい、その入る前にもそのこの道場破りっていうのも来る可能性があるから、シュートボクシングやったりとかした時に道場破りにも対応しなきゃいけない、デビューする前に道場破りにも対応できなきゃいけないんだっていうのは常に頭にはあったのはあったんですね。でもやっぱり実際には道場破りなんて僕藤原組の間も来たことがないん で他の団体でも聞かないから、まあもう平成に入ってからはなかったんですよね。ただその道場破りの話はちょっと変わってしまうんですけど、僕がまあ、シュートボクシングとかもやって、そこそこ自信を持ってまず僕藤原組に、91年の3月に入門テスト行った時に、当時練習生だった臼田さんの何にもできずボロボロにされて、で結局落ちて、船木正勝さんから体重85キロになったらもう一回来いって言われて体重を増やして行った時に、まあ、その寝技のグラウンドの経験何もないですけど、柳沢さん、その当時僕が次に7月に行った時にいた練習生の柳沢さんとスパーリングしたんですけど、なんか思ってるよりは良かったんですよね、上取れたりとか、はい、それで藤原さんも見てて、おおこいついいなとか言ってくれてて、あったから、それがあって、まあ、結局そのまあ入ったけど1泊2日で辞めてしまったんですけど、はい、で次の藤原組入ってその道場破りのことを頭にありながらシュートボクシングもやってて、その柳沢さんとスパーリングした時にそこそこまで全然ですよ、全然なんですけど、ちょっと良かったのもあったんで自信満々で入ったんですよ、そこそこ、はい、スパーリングをもし先輩とやるとしてもそこそこいけんじゃないかなぐらいに思って入ったんですけど、もう石川さんにも常に下でもう30分とか1時間もやられっぱなしなんですよ。でもそこでも完全にもう自信が打ち砕かれて、もう体力もみんなより同期のみんなよりもないし、スパーリングやっても全然石川さんにはかなわないし、でも完全にこの自信を打ち砕かれた状態でも、だからもう頭の中が道場破りどうこうよりもこのなんとかこのデビューまで俺は生き延びていかなきゃいけないみたいな思考に変わってた時に、入って1週間だか10日後に入門希望者が来たんですよ、うん、入門希望者が来て、じゃあスパーリングやらせて、落とすんだったらもうスパーリングでそいつの自信を打ち砕かなきゃいけない状態なわけですよ、はい。そしたら島田さんがこのミノルやれって言われてます。でも僕も完全に自信が完全に打ち砕かれての状態で、その入門希望者もアマレスのなんか国体何位とか、はい、なんか柔道だったかすごい実績があるのこう履歴書を見て、わめちゃめちゃすごい後輩入ってくるんだなと思ってるところに、このちょっとお前相手しろって言われて、これ負けたら僕10日入って10日とはいえクビにされるような状況なんで、俺いや俺これで脳はないんで、このいや僕ちょっと自信ないですが無理なんて言えないんで、やるしかないけど、わ俺これ行かれたらどうしようってめちゃめちゃビビってたんですよ。もうその入ってからの10日間も決められるだけの状態でも自分の弱さがめちゃくちゃ分かってる状態なんだけど全然自信がなくて、そのアマレスの猛者も面構えもすごいいいし、体も身長は僕よりちょっと高いぐらいだったのかもしれないですけど、体つきも筋肉質で見るからに強そうだったんですよ。でもこれやべえなと思いながらスパーリングしたら、タックル来たね。とりあえずタックルは切れた。で、そこからバック回ってスリーパーかなんか取ったらすぐギブアップ取れてですね、はい、あれと思ってですね、いつもやられっぱなしで上になったことないのに、で次は逆に僕がタックル入ろうとしたら向こうも切られたんですけど、僕アマレスの猛者なんで切ってきたんですけど、それ対応したらすぐ上取れて、次アームロックで取ってとか、結局30分、どれぐらいやったのかな、30分は入門テストだから30分はやってないかもしれないですけど、もう僕一本も取られずにもう決めまくって終わったんですよ。だからもう僕はもう自信が打ち砕かれてる状態だし、この
勝てるかな、なんとかこのせめて決められないでしのがないとと思ったところが決めまくって終わったんで、なんかあ、俺この10日間でやられてるだけだったのに強くなってるのかなって、だからそれでまたあのもし道場破りが来た場合もこうやって対応しなきゃいけないんだと思ってまた思考を戻したことがあったんですけど、でそこからさらにもう1ヶ月、まあ、そのアマレスの模写は結局不合格で返されてしまったんですけど、はい、そこからだから僕が4月に入って5月のもうちょうど1ヶ月後ぐらいにあのもう一人入門希望者が来てですね、まあちょっと話長くなってもいいですか、これ。あの僕道場で寝泊まりしてたんですよね、はい、みんな道場帰っても道場でこの住んでるんで道場でテレビとか見てで寝るときは事務所に布団引いてとかやってたら朝一で電話がかかってきたんですよ。そしたらあの入門したいんですけどって入門希望者が来たんで、これまたこの間みたいななんかすごいのが来ても俺のデビューが遅くなるだけじゃないですか、だからあのこれフロントのふりしようと思って、あ、今あの募集してませんって聞いたんですよ切って2日後ぐらいにもう一回電話かかってきて、あのその時同じことは思わなかったんですけど、あの入門したいんですけどって言われて、またまあその声が同じだったんで、あ、この間の人かなと思って、あ、すいません今あの練習生ってのはうちは一切募集してなくてって言ったら、この間あ分かりましたって切ったのにちょっと無言があったんですよね、はい、なんか言いたそうな、何だろうと思ったら、まあ何言われても、もうとにかく募集してないで言おうと思ってたら、あの、え、あなたは誰なんですかって言ってくるんですよ。はい、その人、電話口から。だから僕もうどうしようと思って、切っちゃったんですよね。で、そしたら僕らが練習してる最中ぐらいに、もう一回同じ人からかかってきたらしくて、その時には当時いたあの、川崎さん、ブッカー系が取って、はい、あの、電話を取って、じゃあいついつ来てくださいってなって入門テストを。その人が来ることになったんですよ。いや僕はもうその電話の人がこれとは思わないんで、入門希望者が来て、で、またあの島田さんが、その時僕一番下っ端なんで、みのるちょっとスパリングやれって、まあ、もう自信ついてるんで、はい、で、その人もアマレスやってるって言ってて、あの後で分かったんですけど、あの他のある団体でもうすでにデビューしてた、一回デビューしてた。でももうあの辞めて、藤原組でやりたいから入門テストに来たらしくて、はい、で島田さんがやれって言ったけど、もう自信あるんで、別にアマレスの人だろうがこう柔道だろうがこう決めれるぐらいのつもりでいて、でやったらもう全然楽勝だったんですよ。で決めまくって終わって、でその彼もあの入門テスト不合格になったんですけど、それが小坪さんだったんですよね。おお。で後から入門してからまあ仲良くなったんで話を聞いてたら、あの事務所の電話した時に募集してないって言ったら、あれミノルさんですよねって言ったら、いや僕で、まあ、僕だったんですけど、あれ小坪さんだったんですねって言っていう話をしてて、だから小坪さんがその2回目にかけてきたらまた僕だったんで、いやこいつ絶対営業フロントの人じゃねえなんてすぐ分かったらしいんですよあのままだから小坪さんが3回目の電話をして川崎さんが取らなければもう入ってくることないじゃないですか。そうですね。とにかくもう、で、その後小坪さんが、もうちょっと道場破りの話とか離れていくんですけど、はい、小坪さんも僕と同じような考えで、この、新しい練習生で大きいのが入ってきたら、僕らのデビュー遅れるだけじゃないですか。僕と小坪さんって体型も似ているし、身長も同じぐらいなんで、はい、僕らはこう、どっちがデビューするか、一緒にデビューするかみたいな感じでしょうけど、僕らよりでかいのが入ってきちゃうと、もう、デビュー遅れるだけなんで、履歴書とか見て、小坪さんがこの、送られてきた履歴書見るじゃないですか。で、それも石川さんが見ないようにしたりとか、あと何ヶ月か池田大輔さんが入ってきた時に、はい、池田さんでも僕より5つ年上、はい、で小坪さんよりだから1個年上で、身長180センチぐらいあって、元新日本プロレスの、なんだプロレス学校の生徒とかいろいろ実績がそこそこあって、で入ってきたんですけど、それ小坪さんがその時も「稔さん、じゃあいつ辞めさせましょうよ」俺らのデビュー遅れるだけですよ。で俺と小坪さんそんな同じ考えだったんですよ。でも結局辞めなかったわけですかね、伊藤選手は。そうですね。でもう辞めさせましょうよって言ったところで、なんか具体的なプランがあるわけでもなかったんですよ、ね。はい、で結局デビューを、池田さんはもう入った年の12月がデビューだったのかな。8月に入って12月デビュー
で俺はもう翌月デビューで、小坪さんはもうしばらくいやできなかったんですよ、デビューが。はい。あ、でもこの小坪さんの回はいずれ小坪さんが来た時の話が面白いかもしれない。はい。